ちこです。今日はね、今日は、翔英の、あ、聞こえないか。よいしょ。よいしょ。はい。翔英のネオテックを買いましたっていう動画です。はい、どうも、いちごです。今日はね、2つ、買い物というか、届きました。ちょっと、カシャンと思ってね、バイクで、バイクに乗る上で、もう超、死ぬほど大切な、ものです。じゃーん。はい。バーン。翔英のヘルメットです。やったー、これ。拍手しちゃったやつ。ね、買ったやつは、結局ね、ネオテックにしました。Z7 と結構悩んだんだけど、本当に超悩んで、Z7 のね、イエローにしようと思ったんだけど、やっぱね、フェイスオープンの開閉機能はね、こう、捨てがたいということで。ただね、500g 違うんだよね。500g 分かります？500g って言うと、あれですよ、ソニーのさ、私が使ってるね、ソニーのこれ、ハンディカム AS300。これが100ちょい、110g ぐらい。これ5つ分ですよ。これ5つ分の重さが違うんですよ、ヘルメットの。でもね、こう、開閉機能にはこう、変えられないかなって思ってね、買いました。ピンドックだって、なんだこれ。まあ、あとで、ちょっと開けてから。じゃじゃーん。はやっ、止めよう。お、なんか袋、あれ、こう、巾着みたいなのに入ってますね。じゃじゃーん。翔英って書いてあります。翔英です。翔英の箱はとりあえず、置いといて。開かない。まあ、縛ってありますけど。ちょっと待って。ヘルメット、どうやってやっちゅうこれ。あ、引っ張って開きました。あ、これいいですね。こう、持つときこれでいいじゃん。こうやって持っていけるやつなんですね、これね。これ便利です。ヘルメット盗まれちゃうと困っちゃいますからね。持って歩きたい。よいしょ。はい。ババーン。黒にしました。黒です。ブラック。超悩んだ。白か黒かアンスラサイトメタリックかなんですけど、悩んだんですけど、黒かなと。一番こう、なんていうの、乗った時のバランスを考えて、黒をかぶって、この間買ったピンクと、これ見える？ピンクの黒のやつを着たり、赤いジャケットを着たりして、で、まあパンツはまあ迷彩とか、そういうやつだと思うんだけど、白黒迷彩のやつ、白と灰色のやつはね、ああいうやつを履いたりして、バイクがブルーの腕だから、なんかあんまり邪魔、カラカラカラってのはちょっとうざいんで、黒にしました。手袋もね、黒だしね、いいかなと思います。じゃじゃーん。すんごい、これ。サイズはね、M サイズ。ちょっと早速被ってみましょう。なんか、ここで、あ、ここガシャってやってバーって開くんですよ。お、超かっこいい。これなんか被るとき開けて被んなさいって、この間、お姉さんがね、言ってたんで。よし。ちょっと待って、どんな感じこれ。よいしょ。重い。ほっぺたがむにゅってなるけど。むにゅってなりますけど。でもこんな感じです。ね。わ、やっぱ重い。でもこれ先どこだっけ？どこだろう？あ、でも開けながら閉められる。あ、怖い。できた。シャキーン。こう、わーって、超まぶしいです。なんか、ちょっと形がこう、もっとこうかな。あ、そう、もっとこうね、なんか、眉毛のここの線よりギリギリのとこにこの上の線を合わせてかぶってねとお姉さんが言ってたからこうですよね、こうで、ここでよし、まぶしい、よし、まぶしい、よしやるやつがついてます。サンバイザーですね。サングラスとか超いらないやつ。おお、これ超重いな。やっぱ重いですね。なんだかいと重いです。で、これを閉め。で、こう。わあ。で、こう、剥がして。あー、こう、喋るの大変なら、こう。おー。よいしょ。
あ、っていう、とりあえずこんな感じです。かぶるとね。にゃー。わ、超重い。でも重い、慣れるかもしれない、慣れるかなって感じですね。1.5 キロくらいなんですよ。重さが。Z7 っていうこの生涯最強の超軽いフルフェイスが1キロなんですよ。だいたい。千何十グラムみたいな感じですね。じゃそれぐらいの差がありますよ。慣れですね、多分ね。ちょっとこれ剥がしてみましょう、この、表紙シールみたいな。はい。じゃじゃーん。はい、剥がしました。で、これさっきの、開けた時に使うこのピンロックシート、ピンロックエボ。この透明のこのやつの内側にね、この内側に貼ると曇り止めになるんだって。っていうんで、超速攻で装着してくださいとのことなので、装着をしたいと思うんだけど、これどうやって外すのこれ。これどうやって外すの、ちょっと調べましょう。これ説明書みたいについてないみたいな。ちょっとネットで調べます。あ、ヘルメット。これなんて言うんだろう。ヘルメットっぽい。これでもね、嬉しいね。ヘルメットがあるとさ、もう 100% もうバイク乗るじゃん。これぶっちゃけだって、グローブも、ブーツも、プロテクターもなくても、これがあれば乗れるんですよ、理屈上は。ね。お前さんに怒られない装備じゃないですか。これだ、これが一番最強、最大の超重要アイテムだからね。テンションも上がりますよ、という感じです。結構マジテンション上がった。高いじゃん、ヘルメットを。こうやって、アマゾンだって、45,500円みたいなやつでしょ。結構どうやって、バイザーだったっけ、外し方。シールドだそうです。シールド。シールドの外し方。シールド全開にします。全開にします。しましたよ。トリガー。お、下に引きながら、これか。あ、取れました。結構簡単に。ここにあるなんか、これを下に下げると、こうガチョンってこう、ロックが外れて、取れる模様ってある。なんでこっちが取れたもん。あ、取れました。取れました。じゃじゃーん、100均。これに、開けて、じゃーん。はい、ピンロックシートだったかな。まあ、とりあえず、ピンロックエボレンズって名前。これ、標準装備ついてる。そうです。これを、こういう風に、ここにこうやってくっつけなきゃ、こうやって。やばい、私、超不器用なのね。こういうのね、つけられないし、去年はね、ネジ回しあるじゃん、ドライバー。ネジ外せなかった。だからね、自慢ですけどね。本当に。はい、つけました。それを、戻します。つきました。ほら。あ、ちょ、こう、すぐ汚れちゃうね。でも、あれだね、ウエスだっけ、やつ買った方がいいね、これね、バイパー前にね。もう一回かぶってみます。やっぱ開けてからかぶった方が楽なんだよ。こんな感じで、こうニャって閉める。ちょっと、あ、曇んない、これ超すんごい、曇りません。じゃあこれどうやってね、こう、はい、超曇りません。すごいです、すごい発明です。で、バイザーシャキーン、はい、こうや、はっ、あ、ちょっといいね、こうやってバーって盛り上げです。どこ、これちょっとかっこいい、どこだ、これあ、ちょっと甘そうだね、そうか、なんか、あ、でもちょっと、やっぱヘルメットがすごい。
なんかね、バイもう一人前のバイカーっぽい。あ、でもこれ、あのガチシャレ抜きでこれ便利じゃねこれ。ね、うまいですね、これね。で、こう、あげて、お手洗いさせてくださいとか、お水こう飲んだり、できるでしょ。熱かったらちょっとこう開けたりもできて、これ正解かもしれませんね。とりあえず、こんな感じです。いやちょっと、重さはね、やっぱ、いやー、重さはね、慣れないと、やっぱきついですね。今、ほんの今ちょっと試しで被っただけでもね、ちょっとやっぱ、あーってくるから、ちょっと、慣れるまで頑張ろうと思います。今日はネオテックです。で、もう一つ実はあります。ババーン。またアマゾンです。ババーン。あれ見えないじゃん。もう一回。はい。ババーン。コリラックマの初心者マークです。これをヘルメットのね、ここに貼っておこうと思うの。ここに。後ろに。はい。で、ちょっと可愛く。そしたら、後ろから見た人が、あれだよ、初心者かって言って、あんまり変なことしなくなるかなと思ってね。煽る人逆に、まあ、たまにいるんですけど、そういう人も。どっちかというと、そのみんな、そういう構わない方向に行くと思うので、買いました。あとでね、ちょっと脱脂してから貼ろうと思います。ステッカーです。初心者マーク。コイラックマン。意外とない。というわけです。やったー、ヘルメット買ってよ。これもう完璧じゃない？あとは、プロテクターをね、肘のプロテクターと、膝のプロテクターと、肘のプロテクターと、あと背中のプロテクターを、このジャケットのやつを変えるので、変えようと思って、それをね、今度また来たら、それとババン取っててよって言ってやろうと思います。プロテクターはシャレ抜きで重要だと思ってますので、ね、転ばぬ先の杖ですかね、プロテクターね。そんな感じです。あ、これあれですか、ベンチレーションですね、これね。結構固めです。風が入ってくるよ、これだと死んじゃうみたいな。これで、ね、だいぶはなんか話によるとこれだいぶ涼しいって言いますね。この開けた感じの時と走ってるとね、ベンチレーションこれ困ります。ガシャ、そんな感じです。またまた一歩本物ライダーに近づきました。これネオテック M サイズ 57cm 用黒ブラックを買いましたよっていう、今日はそんな感じで、したっけ、待ってね、じゃねー、じゃじゃん。